現在、日本主導で開発が進む次期戦闘機開発計画については、軍事マニアの間では外せない話題だよね。2035年の配備開始をめどに F2 戦闘機の後継機、F3 の開発が進んでいるね。かつて、日本の戦闘機開発で最もネックとなっていたのは、ジェットエンジンの開発だったが、今では IHI 社が牽引して開発に尽力しているみたいだぜ。期待するなっていうのが無理な話だよね。さて今回はそんな日本独自の最高技術の粋を集めたジェットエンジンについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本が初めて開発した戦闘機は、F1 支援戦闘機戦闘攻撃機だけど、これには、英国ロールスロイス社製のジェットエンジンが搭載されていたんだ。その後、F2 戦闘機の開発計画においても日本独自のジェットエンジン開発は、当時の技術では成し得ることができず、米国にジェットエンジンの提供を依頼することになったよ。しかし、当時の日米貿易摩擦の影響もあり、米国は日本へのジェットエンジンのみの提供を拒否して、結局は、日米で米国が圧倒的に有利な、屈辱的な内容の開発契約を結ぶことになったってわけ。このように戦闘機開発において、ジェットエンジンを独自開発できる技術があるのかどうかが、その国が戦闘機を独自開発する立ち位置にあるのかの決め手となるんだよね。そして、今までの日本は、残念ながら戦闘機を独自開発する立ち位置にはなかったんだ。そのような状況の中、F2 戦闘機の後継機 F3 の検討が2010年頃より始まり、防衛省は IHI 社に2010年に5カ年計画で次世代エンジン主要構成要素の研究を委託したよ。さらに2013年以降、戦闘機エンジン要素の研究、戦闘機用エンジンシステムに関する研究を順次開発委託していき、2018年6月には、XF91 と呼ばれるプロトタイプエンジンが、IHI から防衛省防衛装備庁航空装備研究所へ納入されることになったね。ちなみに、この XF9 が開発されるまでに前身となるエンジンが存在していて、それは、XF5 と呼ばれるエンジンで、このエンジンも防衛省当時防衛庁が IHI 社1995年度から、開発契約を結んで開発を進めたエンジンであり、1995年は F2 戦闘機当時は支援戦闘機の初飛行の年でもあるぜ。防衛省としても F2 戦闘機の屈辱的な契約内容には忸怩たる思いがあったようで、F2 戦闘機を開発している最中にありながらも、すでに F2 戦闘機の後継機開発に向けた動きを進めていたようだな。このように XF9 は1995年から開発を進めていたエンジンの集大成といえ、開発開始からプロトタイプの納入まで23年越しの成果物でもあるんだ。この XF9 は、F15 戦闘機に搭載されている、米国プラット&ホイットニー社製 F100 エンジンと同等のサイズであり、性能確認試験において、アフターバーナー作動時には15トン以上の推力を発揮し、アフターバーナー未使用時でも11トン以上の推力を確保しているよ。これにより、XF9 の開発要求は達成したことが確認され、そして、この XF9 の開発コンセプトは、ハイパワースリムエンジンと呼ばれるものだね。このコンセプトは、開発中の第6世代である次期戦闘機は、ステルス性能を高めるために大量のミサイルを機体内部のウェポンベイ爆弾蔵に収納する必要があり、機体内部の容積がウェポンベイにより逼迫することになるんだけど、そのため、機体内部に占めるエンジンの容積を小さくするために大出力でありながらも小型のエンジンが必要となったってわけ。次期戦闘機の仕様については、すでに公表されているデジタルモックアップ 3D データを活用して、実物大の試作品を制作せずともデザイン検証や評価を行える技術等を確認する限り、大型の総発戦闘機となっているね。そのため、現状の XF9 をさらに高性能化する必要があり、具体的には、より小型でありながらも高出力化を推し進め、さらに最新のアビオニクスを搭載し、高出力レーダーも装備するために大容量の発電力、運用コストを削減するための低燃費化も求められているよ。次期戦闘機の開発体制については、開発主体は三菱重工業が担当し、XF9 を開発した IHI、T4 練習機や P1 哨戒機などを開発した川崎重工業、陸自の次期多用途ヘリコプターも開発しているスバルが機体開発に協力するんだ。レーダー類や電子機器の開発は、三菱電機や東芝、富士通、NEC などの国内大手電機メーカーが参画するようだな。日本の名だたる企業が一致団結しているんだね。スポーツでいうところの日本代表ってわけだ。そして、
開発をより円滑に進めるために海外企業とも提携を進めることとなり、F-22 や F-35 などの最新鋭ステルス戦闘機を開発した、米国のロッキード・マーティン社が選定されているよ。ただし、このロッキード・マーティン社には日本はかなりの因縁を持っているんだよね。過去、田中元総理大臣が辞任する原因となったロッキード事件を起こした企業だし、ロッキード・マーティン社製 F-16 戦闘機をベースとした F-2 戦闘機の開発で、日本に不平等契約を結ばせ、日本が手出しできないブラックボックスだらけの F-2 戦闘機を作り上げた因縁深い企業なんだ。この F-2 戦闘機の開発には、日本は巨額の予算を計上したんだけど、契約で、日本が得た技術は米国に全て開示する義務が課せられた反面、米国の技術開示は極一部に止まったんだよね。巨額の欠税を投入して得られた技術は、特に根幹に関わる技術で得られたものは皆無に等しいものだったみたい。そのため、今回の次期戦闘機開発でも技術提携するのがロッキード・マーティン社となったことには、不安の声も多く聞こえているんだけど、当然、そんなことは当事者であった防衛省も痛いほどわかっているはずだよ。今回の次期戦闘機開発では、ロッキード・マーティン社だけではなく、米国以外の国の企業にも共同開発に向けた調整を進めているんだ。そして、現在、ロッキード・マーティン社以外で最も協力関係を築けているのが、英国のロールス・ロイス社と BAE システム社だね。英国でも日本と同時期にテンペストと呼ばれる第6世代戦闘機の開発計画を進めており、同じく第6世代戦闘機を開発する日本とは、時期も似通っており協力関係を結びやすい状況にあるってわけ。そして、BAE システム社とは、レーダーやアビオニクス関連での共同開発を進め、ロールス・ロイス社とは、エンジン開発において共同開発を進めていくことが、2021年の G7 首脳会議内で会談した菅前総理と英国ジョンソン首相との間で言及があり、現在最終調整が進んでいるよ。エンジン開発において共同開発を行う予定の英国ロールス・ロイス社は、日本では高級車のメーカーとしての側面の方が有名ではあるが、世界有数のジェットエンジンの開発製造メーカーでもあるぜ。そして、日本政府はこのロールス・ロイス社との共同開発は、技術支援を主軸としたものではなく、日英で共同開発したエンジンを海外へ輸出することで、エンジンコストの削減を狙っているのではないかとの憶測も流れているな。エンジン開発において世界的には後進国である日本製のネームバリューでは、他国でのセールスは難しいものがあるため、ロールス・ロイス社の知名度を活かして、世界へ販路を広げようというんだろうね。そうすれば、エンジンの生産数が増加するために導入コストは低減するし、保守部品の確保も容易になり、整備コストも削減できるから。財政が厳しい日本において、高性能でも高価な戦闘機は数を揃えられないもんね。だからこそ、少しでもコストダウンを図りながら、高性能でありながらも、コストパフォーマンスの優れた戦闘機を開発しなければならないってわけ。このように日本において次期戦闘機のエンジン開発は、比較的順調に進んでいるけど、それに対して中国の軍事メディアが記事にしていたみたい。中国はジェットエンジンの開発には成功しているが、中国国産の第5世代戦闘機である J20 戦闘機の配備を進めていく上で、この搭載するエンジンの不調に悩まされているようだぜ。もともと、旧ソ連製のエンジンをベースに開発を進めていたが、日米欧が開発するエンジンの水準には達していないようだしな。そのような中で、中国の軍事メディアは、日本が開発する XF9 の開発が順調で、アフターバーナー使用時の最大推力が15トンに達し、燃焼機の出口温度が1800度に達する高温にもかかわらず、それに耐えられることに注目しているよ。そして、XF9 は米国の F-22 ラプターに搭載されているエンジンである、世界最高性能の F-119 エンジンにも匹敵するエンジンであるとしており、日本製エンジンの優位性を報じているようだね。しかし、これは、中国のエンジン開発が遅れていることを周知することで、より中国がエンジン開発に注力すべきであるという意見表明でもあるのかも。ただし、中国では2018年頃には第5世代戦闘機に搭載可能な性能のエンジン開発は完了のめどが立ったようだし、中国製エンジンを搭載した J20 を2021年までには150機、2025年までには200機を配備すると言われているよ。このような中国の第5世代戦闘機の配備状況に対して、航空自衛隊の第5世代戦闘機は、F-35A を105機1機墜落により損失、艦載機型の F-35B を42機購入する計画となっており、
合計で墜落した1機を除けば146機、第5世代戦闘機のようで、日本は中国に対して劣勢となるんだ。そこで、日本は質で対抗するために第6世代戦闘機の開発、及び配備を早急に進めなければならない状況ってわけ。なお、現在世界で進む第6世代戦闘機の開発計画は、英国のテンペスト、フランス、ドイツ、スペインの3カ国が共同開発する FCAS フューチャーコンバットエアシステム将来戦闘航空システム、日本の次期戦闘機であり、それぞれ実現の可能性は高いものとされているぜ。そのような状況の中、中国は有人機による第6世代戦闘機開発は早々に諦め、無人機開発に注力していくとされているな。中国では、第5世代戦闘機である J20 に搭載するエンジンの開発には成功したものの、第6世代戦闘機に搭載可能なエンジンの開発には至っていないみたい。そのような中、中国ではドローンや AI 技術の進展が著しく、それによって有人機開発から無人機開発に舵を切ったのかもしれないね。今後、有人機開発、無人機開発と次世代戦闘機開発には多くのアプローチを各国が成していくと思われるけど、そのどれが第6世代戦闘機の主流となるのか、注目していく必要があるだろうね。そして、日本が開発する次期戦闘機が、次世代の主流となりうるのか、日本の将来がかかる重要なプロジェクトと言えるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。